にちは。今日はステンレスの 100A の 3mm のパイプを溶接していきます。 TN の P と全く同じ材料を使っての溶接をしていきます。パイプの試験を受ける方やまた更新などがある方はよければ参考にしてみてください。今回隙間の方はなしなんですが、ルート間隔を空けた方のパイプの溶接も載せたいと思いますので、その時はよければ視聴してみてください。ダーツがちゃんと 3mm です。裏波の出し方についてはこの動画で紹介していますので、よければこちらも見てみてください。で、このように台にセットしましたので、真下から溶接を半分していって、半分は横付けで溶接をしていきます。模試験と全く同じような感じでやっていきます。で、ノズルが7番を使用して、タングステンは1層目2層目ともに 6mm ぐらい出した状態で溶接をしていきます。はい、それでは1層目の溶接を見ていきましょう。まず電流の方は110Aで、棒は 1.6mm を使用していきます。で、これは今真下の状態なんですけど、真下の溶接で注意することは、棒の量を入れすぎるとよもりが膨らみすぎてしまうので、棒の量は少なめにしてください。あと、真下を裏波をポッコリ出したい場合は、もう裏波が出た瞬間に次に進まないといけないので少し難しいです。なぜかと言いますと、裏波が出てもそこでまだ炙ってしまうと重力の関係で下に落ちてくるので、裏波は辛い位置になってしまいます。で、よもりばっかり膨らんでしまいます。ですが、裏波は真下は辛い位置でも全然試験には合格しますので、ほとんどの人がそれだと思いますので、そのままでも大丈夫だと思います。逆に慣れていないのにぽっこり出したいからといって炙ってすぐに進んでしまうと、裏波が出ていないという状態になるのが一番ダメなので、まあ慣れないうちはもう辛い位置でもいいから出すようにっていうのを心がけてください。幅がある程度広がってプールが揺れ出したら、棒を少し入れればもう裏波は勝手に辛い位置ぐらい出てくれるので、それで十分かなと思います。で、炙りすぎてしまうと裏波が辛い位置になると言いましたが、逆に電流を80や90などでゆっくり炙り出していけば、裏波は結構真下でもほっこり出すことはできます。ただし、そのままの電流で上まで行くのは時間がとてもかかるので、あまりおすすめはしません。なので、極めたい方や慣れてきた方などは、裏波がすぐに出たのが分かればすぐに進行するようにしてみれば、裏波はぽっこり出せると思います。それ以外はもう真上までは、今までにも紹介してきた隙間がない時の裏波の出し方を継続していただければ十分に裏波は出るかなと思います。簡単に説明しますと、アークを出し、プールがある程度広がったらプールが揺れ始めて、少しプールが引っ込みますので、その時に棒を少し入れる。で、またアークを軽く切り、また次に進んでアークを出して、プールが広がったら棒を入れる。これをひたすら繰り返していくだけです。なので、一進みするたびにプールが軽くへこんでくるのを待ってから進行していけば、裏波はしっかりと出ているので、それを継続していってください。で、この時に同じ幅と同じピッチを維持すると、2層目の溶接がとてもしやすくなります。今がちょうど真横を越したぐらいかなと思います。普段ならもうちょっと電流上げてもいいと思うんですが、まあ、試験なのでこの電流ぐらいが一番皆さんやりやすいかなと思ったので、この電流で溶接をしています。とりあえずこの TN の P の試験自体は、もう裏波が辛い位置ぐらいであれば試験には絶対通りますので、全然問題なくこの動画を真似していただければ合格できるかなと思います。とりあえず真下だけは棒は入れすぎないように注意してください。むしろ少なめぐらいでも十分かなと思います。あまり膨らみすぎると2層目がとても溶接しづらいので、少なめでお願いします。ただ、また今度隙間開けた状態での裏波の出し方を紹介しますが、そちらの方が試験には合格しやすいかなとは思います。隙間なしだとどうしてもプールの揺れがわからない人もいらっしゃるので、まあ、隙間を開けた方も紹介しますので、そちらの方法をできない方は真似してみてください。はい、これが真下から真上まで
半分を終えた溶接のビード外観です。やはりオーバーは棒を少ないように気をつけたのですが、ほとんどつらい位置ぐらいまで上がってきています。で、真横から真上につれて少しだけつらよりも低い状態にビードがなっている状態です。まあでもこれぐらいなら幅も整っているので2層目は溶接しやすいです。で、これが半分溶接を終えた裏波のビード外観です。綺麗に出ているのが分かると思います。これは 1.5 ミリぐらい裏波が出ているんですけど、3ミリまでは出てても大丈夫ですし、つら位置でも試験には合格できるので、まあ結構簡単かなとは思います。真下も裏波がもう出たなというところを見極めて進行していったので、1ミリぐらいはポコッと出ています。はい、それではパイプを立てて次は半分横付けをしていきます。試験でもこのようにやっていくので皆さん参考にしてみてください。それでは横付けをやっていきます。電流は上りの時と同じで 110A で棒は 1.6 を使用していきます。で、今回申し訳ないんですが横付けだけはちょっとピントがとても合いづらかったのでピントが合わないところはカットしています。で、横付けの1層目は特に気をつけることは何もないです。もう全く同じようにプールが広がって軽く揺れ始めたら棒を入れるというのを繰り返していくだけです。この辺はもう上りをやるときと下向きをやるときとかともほとんど変わりはないです。同じようにやっていただければ裏波は簡単に出るかなと思います。で、今回申し訳ないんですが1層目の横付けですら全然ピントが合わなかったりしていて、2層目の横付けは全然取ってる位置が違くてもう少しの時間しか取れていないんですよ。なので別のパイプで横付けをしている映像を撮りましたの で、その動画をこの動画に載せていますのでよければそちらを見てみてください。 TN の F と同じなんですが、もう裏波さえ決まれば合格したようなものなので裏波さえ出ていればもう安心できるかなと思います。ちなみになんですが溶接の試験は日曜日なんで早く帰りたい時とかは僕はもう一層仕上げで溶接を終えていつも帰っています。もう裏波さえある程度出ていれば受かるので一層仕上げでも全然合格はできるので、慣れている方などは一層仕上げでやってみてもいいかなと思います。少し動画では分かりづらいですがしっかりと今プールが揺れているのでその時に棒を入れて進行している感じです。どうしても横付けしていて体勢を変えるたびに少し画面が揺れてしまいますがご了承ください。この溶接をしている時に裏波は出ているけどよもりが膨らみすぎるという方は棒を 1.2 ミリに変えても全然いいと思います。もう今上りの真下の部分とつながりましたので溶接が終わるところです。はい、これが1層目の横付けを終えたビード外観です。特にプールの真ん中に棒を入れてもほとんど垂れていることもないので1層目の横付けのやり方は上りと全く同じでいいと思います。本当若干垂れてるかなっていうぐらいです。で、これが1周終えた溶接の裏波のビード外観です。こちらが上りでここからが横付けで先ほどやったところの映像です。横付けも普通に1ミリぐらいは出ていてある程度綺麗には出ていると思います。仮にこれが全部一周つらい位置だとしても全然試験には合格はできます。ただこの1ミリぐらい出していればもっとなんか安心感はあるかなと思います。で、横付けの溶接姿勢はこんな感じでやっています。真下からの溶接姿勢は2層目で流されるのでそちらを見てみてください。で、2層目をやるときはワイヤーブラシなどでこのように磨いてください。
磨いてる時間にパイプも少し冷えますので2層目も少し色が綺麗になるかなと思います。今回2層目をやるときはだいたい5分ぐらいは置きました。これぐらい幅を整っていれば2層目もやりやすいのでこのぐらいの幅を目指してやってみてください。で普段溶接の撮影しているときとても視界が悪いのでさすがに2層目の真下をやるときはもっと視界が悪くなってしまうので溶接映像は撮れなかったのでこの映像でご了承ください。どうしても真下からの溶接映像が見たかったらコメント欄に記入してくださればまた今度撮れるときに撮ってみようかなと思います。ただ2層目の場合は真下からだと言っても全然溶接方法は変わりません。真下を溶接するときは皆さんいろんな体勢でやると思うのですが僕はこのように少し横に座って正面に顔を持っていって溶接をしていきます。でしゃがまずに溶接ができる位置まで来たらこのように体勢を変えて真上まで一気に上がっていきます。なので真下から真上まで溶接を切ることはもうないです。2層目は1層目の幅さえ越して基本級の時と同じようにローリングをしていけば全然試験には受かるかなと思います。で2層目の電流は 70A で棒は 2.4mm を使用しました。 TN の F の時と全く同じ状態で溶接をしていってます。ローリング方法も同じです。試験の時の時間自体結構長い時間があるのでこの溶接方法で1層目2層目やってもらえれば1層目を終えた後の冷やす時間もある程度は取れると思うのでそこまで焦って溶接をする必要はないです。で言い忘れましたがバックシールの流量はだいたい15ぐらい出しています。でトーチ側のガスの流量は10ぐらいで溶接をしています。もうバックシールの流量15出していればもう1分ぐらい置けばすぐに溶接してもシールはちゃんと効いているので安心なので僕はだいたい15ぐらい出して溶接をしています。もうすぐ半周が巻き終わります。これが真下から真上まで半分溶接を終えたビード外観です。1層目の幅をしっかりとこせているのでこれぐらいでつけていれば試験には十分合格はできます。この時棒は軽く送っているのですが別につけっぱなしでも1層目の高さがある程度高い人は十分高さが出るので大丈夫です。今回5分ぐらいしか置かなかったので焼け色もあまり綺麗ではないですがだいたい10分とか置けばもっと色は綺麗になるかなと思います。でこれが横付けなんですけどもうほとんど綺麗に映像撮れていなかったのでとても2層目の映像は短いです。なのでこの次にもう別のパイプになってしまいますが横付けをしている映像を流します。ちょっと向き的に横付けに見えないですがこれは横付けです。これが最終つなぎです。はい、これが2層目の横付けを終えたビード外観です。2層目のコツなどはこの後の溶接映像で解説しますがそのコツを重視して溶接をしましたのでほとんどビードが垂れてはいないかなと思います。ちょっと幅がずれてるところもありますがご了承ください。これで1周巻き終わりましたのでここが真下から真上まででこのラインからが横付けになります。これだけ普通につけれていれば試験には問題なく合格できます。この時点でアンダーカットがないことを確認して溶接をしていけばもうこの時にビードが真っ黒になっていたり酸化していても試験には全然合格しますのであまり気にすることはないです。これが横付けなんですが少し垂れてるかなっていうぐらいであまり気にはならないかなと思います。でこれは貝先も何もないパイプに溶接をしていってます。
で横付けのポイントなんですが、もう棒の入れる位置以外は全て上りをやるときなどとは全く同じで大丈夫です。で見てわかると思うんですが、プールの少し上に棒を入れてください。で上に入れた棒を下になじませるといった感じでローリングをしていくと、ほとんど垂れたりもせず綺麗にビードがつきます。なので棒を少し上にさえ入れれば横付けは簡単につけれるので、皆さんもやってみてください。これが何もないパイプに横付けをした映像です。ちょっと何もなかったので幅も揃えづらいですし、少し歪んでいますがご了承ください。棒を少しこのように上に入れているので、ほとんどビードは垂れてはいないです。気にしてよく見れば少し垂れてるかなという感じで、別に普通にまっすぐ見れば横付けでやったとはわからないかなっていうぐらいだと思います。で横付けの時の手の動きなんですが、僕はこのように溶接をしています。普段上りをやるときは正面にトーチを持つのですが、正面に持ってしまうととても手がしんどいので、このように普段の横持ちの状態で溶接をしていってます。横付けをやるときも1層目の幅が整っていれば目安がしっかりと分かりやすいので、幅も揃えやすいかなと思うので、1層目の幅だけは注意しながら溶接をしてみてください。はい、これで TN の P の溶接が全て終わりました。このように一周裏波も全てつらい位置以上は出ていますし、無事に合格はできると思います。アークのパイプの試験などではやはりカットが気にしないといけないので、アンダーカットに注意したりすることが多いのですが、ティグだとそういうこともほとんどないので、裏波さえ決まればほとんど受かるというのを思ってもらえればいいかなと思います。でこれが前回の基本級の板と今回の専門級のパイプを並べたところです。この2つの免許は基本的に最初はみんな取るかなと思うので、この動画を参考にしてみてください。また近々隙間を空けた状態での TNP の動画も上げたいと思いますので、隙間を空けたい方はそちらを参考にしてみてください。それでは今日も最後までご視聴ありがとうございました。聞きたいことなどあればコメント欄に記入をお願いします。